ルポ、JW-05H の全面、ルポ、JW-05H の上面1980年代、後半に発売された、ルポルポ、JWP22 と JWK201 ルポ、は、東芝が発売した日本語、ワードプロセッサ専用機。書印や、オシス、文豪などと並んで日本語はープロ専用機の、先駆け的存在である。 初代ルポである1985年の JW-R10 から始まり、1999年発売の JWG7-00 を持ってその幕を閉じたが、その後も、東芝の携帯電話向け日本語入力、システム、モバイルルポに名前を残していた。ルポシリーズの源流の JW-101978 年に、東芝が世界初の日本語ワープロ JW-10 を、 発売。その後、1982年に後継機である、個人向けワープロ塗装度 JW-1 を発売し、これ以降は、業務用ワープロには、塗装度というブランド名を関するようになる。そして1985年7月に、家庭用、ワープロルポ、JWR10 を発売。この JWR10 は、JW-10 と比較して価格は、 1> 約1、60、大きさ約1、170、重さ約1、50という超小型化、超低価格化に成功した商品である。ルッポシリーズ最大の特徴は、初代ルッポからわずか4ヶ月後に3.5インチ FDD を搭載した JWR50 回を発売し、さらに翌年には40時11行表示可能なディスプレイを搭載した。 JW-70F を発売するなど圧倒的なスピードでその性能を進化させていったことである。ルポシリーズ一貫した特徴としては機能1、機能2という2つのキーと数字キーを組み合わせてファンクションを実現していることである。これは初代 JWR10 から最終機の j w g 7 0 0零まで例外なく全ての機種で採用されている。 また、豊富なアプリケーションソフトウェアも特徴であり、表計算のロータス1から2から3や、はがき上手などの実用系ソフトのほか、ゲームソフトがラインナップされていた。ルポのフォントには大きく分けて4つの世代がある。初代、ルポは、投資は独自に開発したフォントが搭載された、24、24のビットマップフォントであった。次の世代から書院など、 他社のメーカーにも採用されたジスフォントに置き換わったが、引き続きサイズは24-24であった。このフォントは、JWR70 回、JWR55 回以降、JW-70 シリーズ、JW-80 シリーズ、JW-90 シリーズ、JW-100 シリーズなどに搭載された。その次の世代から、アウトラインフォントが搭載された。 JW-95H が1989年に登場した。これまでの 150DPI を大幅に上回る10ポイント56、56ドットのインジヘッドを搭載し、小さい文字から大きな文字まで非常に滑らかな印刷が可能となった。フォントは後に、書印、スララ、オシスのような他社のメーカーのワープロにも採用された元や明朝を採用した。 このフォントは、JW-85 回、JW-88 シリーズ、JW-95 シリーズ、JW-105 シリーズより、新しいシリーズに搭載された。この時、JW-88FX では、細丸ゴシック体、JW-95JP では、ゴシック体、JW-95JV では、正解書体など、 複数のフォントが搭載されるのが普通になっていった。最後の世代では、また新しいフォントが使われるようになった。この時、さらに高精細な 800dpi での印刷が可能になったり、フルカラー印刷が可能になるなど、印刷品質の点では、カラーレーザープリンターにも匹敵するほどの性能となった。PC、AT5 換気ベースのワープロ専用機ルポ。 WPC5000 のワープロ機能として開発され、1996年6月に Windows 3.1が動作する東芝製パソコン向けワープロソフトとしてバージョン1.0を発売。1996年10月には Windows 95に対応したバージョン2.0が発売された。文章作成機能に関しては、 ルポシリーズとソードシリーズと同じ機能を備えており、ルポ、JW シリーズ WPC5000 とソードシリーズや、イチタローバージョン6.0形式、6.3形式、マイクロソフトワード6.0形式で作成した文章を相互変換することができた。また AME にルポ ACE が付属していたり、バージョン2.0では、ホームページ作成機能や、 エップウィン形式の CD r o m 電子辞書にも対応していた。現在は販売終了。ルポシリーズで使用されていた投資バカな漢字変換を Windows 用の IME として移植したもの。1996年1月16日発売のルポ WPC5000 に搭載される IME として開発され、1997年9月9日に、 Windows 95対応のルポ ACE バージョン2.0として単体でのダウンロード販売が開始された。1998年4月9日から2000年12月31日まで IME 辞書の自動更新サービスも行われ、1999年1月1日にはバージョン3.0が発売されたが販売終了。ルポが生産停止となってからも携帯電話では 文字入力エンジンを引き継いだ日本語入力システムモバイルモバイルルポの特徴として読みの一部を入力することで単語を予測するフレーズ予測機能や連文節変換への強さなどがあった。しかし KDDI の AU 用共通プラットフォームが KCP から KCP に移行する際に KCP の日本語入力システムに標準で ATOC が採用されると シャープの機種において、書院の流れを組む、携帯、書院が、しばらく独自で搭載され続けたのとは異なり、モバイルルポが搭載されたのは、KCP 機の W55T までで、KCP 機の W56T 以降は A 特区に切り替えた。ソフトバンクモバイル向け機種ではその後もモバイルルポが搭載されていたが、2009年を最後に、 同社向け機種の発売は、東芝並びに、富士通東芝モバイルコミュニケーションズからの発売は、なくなっている。au や NTT ドコモのスマートフォンの東芝の機種では ATOC もしくは Microsoft IME が採用されており、モバイルルポは事実上搭載停止となっている。ありがとうございます。